皆さんこんにちは。シニアのための弾き語り講座、ギターで歌おうチャンネルの小暮です。今弾いた曲はですね、私が日頃スリーフィンガーピッキング奏法ですね、とツーフィンガーピッキング、ツーフィンガー奏法の練習でですね、弾いているピーター・ポール&マリーのですね、懐かしい、パフです。はい、これで私は定期的にですね、スリーフィンガーとツーフィンガー、これ本当に指鳴らしの練習に、使ってます。これものすごくスリーフィンガーとツーフィンガーで弾いてもですね、ものすごく感じがいいんで、ぜひ皆さんにもですね、日頃のですね、指鳴らしの練習に使っていただければと思いまして、今回動画に、しました。まず詳細にですね、運指を使って拡大してですね、説明する前に、まずオリジナルキーですね、これは A です。ピーター・ポール&マリーのですね、オリジナルキーは A です。で、ここはですね、ここではオリジナル通り A でですね、PPM がですね、弾いてる通り、ピーターが弾いてますけど、カポをですね、2フレットにして G で、演奏したいと思います。それではですね、まずスリーフィンガー奏法でですね、弾いてみて、それからまたツーフィンガー奏法で、も弾いて、それからそれぞれの弾き方についてですね、細かく拡大してですね、ご紹介したいと思います。で、最後にですね、弾き語って、まとめたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは 3D 画奏法でですね、まず弾いてみたいと思います。よろしくお願いします。次にツーフィンガー、詳細に解説する前にですね、ツーフィンガー奏法でも弾いてみて、同じように弾いてみたいと思います。それではですね、スリーフィンガー奏法でのですね、運指を解説したいと思います。ゆっくりですね、まずイントロの方からですね、弾いてみます。スリーフィンガー奏法はですね、親指とですね、右手の親指と人差し指、中指ですね、この3本でですね、弾きます。で、親指がですね、3弦から6弦まで、3弦から6弦までをですね、親指が受け持ちます。で、人差し指ですね、人差し指は2弦です。で、中指がですね、1弦を担当します。はい。次にですね、説明するツーフィンガーはですね、親指がですね、3弦から6弦まで を担当するのはですね、スリーフィンガーと同じです。違うのはですね、人差し指がですね、2弦だけじゃなくて、1弦ですね、1弦も人差し指が担当して、中指はですね、この中指は、使えません。それがスリーフィンガーとツーフィンガーの違いですね。で、
2フィンガーと3フィンガーはですね、まあ一般的には早く弾けるっていうことで言うとですね、3フィンガーの方がですね、こう早く弾けます。で、2フィンガーはですね、ボディに小指をですね、固定しやすい。まあ3フィンガーでもですね、小指をですね、ボディにですね、固定して、弾けるんですけど、まあ私の場合はややちょっと違和感があってですね、ただその代わり2フィンガーになると本当に私みたいな指が短い、人間でもですね、2フィンガーだったらボディにですね、小指、もうな、場合によっちゃ薬指まで固定してもですね、こう簡単にこう弾けますので、例えばライブ会場なんかでですね、ギターを立って、まあ、ストラップで吊ってですね、弾いたりする場合は、より、ボディにですね、まあ、小指がこう固定してますので、運指がブレなく安定してですね、弾けるというメリットがあります。で、まあ、同じようにですから、さらにこう強くですね、強く弾けるんで、まあ、立ってこう弾いたりするのには2フィンガーもう覚えておくとですね、ものすごく便利だと思います。はい、それでは3フィンガーのですね、イントロから運指についてこうゆっくり、やりたいと思います。でベース音がですね、6弦の3フレットになります。で、1弦もですね、同時にこう弾くのが、これがまあ PPM 奏法っていうんですかね、まあ特徴だと思います。チャン、これですね、チャン、次親指で3弦、人差し指で2弦、次親指でですね、また6弦ですね、ベースを弾きます。で、中指で1弦で、最後にですね、親指で3弦、Bマイナー、C ですね。後半のですね、1弦は3フレットを小指で押さえます。で、また G ですね。で、1弦の3フレットをですね、押さえたままの C ですね。で、1弦と6弦をですね、一緒に弾いて、次、3弦を開放弦ですね、親指で。1弦を押さえたまま Em ですね。1弦と5弦ですね、 A7 の5弦のベースですね、これを。で、ここは2弦はですね、2フレット押さえずにですね、これ開放弦ですね。D7、 4弦、ベース音の4弦ですね、 D の。で、1弦を弾いて、で、親指で3がですね、
ちょっとこうだんだんペース速くすると、チャンチャ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 、イントロに入るとチャンチャチャ、もう一回あの3フィンガーのですね、イントロをゆっくりやると、スピードでやると、という感じになりますね。チャンチャチャチャンチャン。以上がですね、スリーフィンガーで、弾いてみたパフです。で、次にですね、先ほど申した通りですね、ツーフィンガーでですね、やってみるとどうなるかってことです。違いはですね、中指は、今回は使わないで、親指と人差し指だけで使う。はい。そうするとこうなります。ベース音をですね、1小節の後半にベース音をですね、スリーフィンガーと同じようにこう、これですね、これを弾いてもいいんですけど、まあオリジナルのですね、PPM のピーターさんがですね、弾いた、2フィンガーはですね、これを入れてません。ですから、ここですね。まあ2フィンガーでもこれはもちろん入れられるわけですけど、まあ、入れて2フィンガーを弾くと、
回はですね、オリジナル通りですね、一小節の後半の、ベース音は入れずに、こうチャンチュチャンチャチャンってこうよりこう弾むような感じを出すためにですね、これを入れないでですね、じゃなくて。フィンガーですね、ゆっくりやります。あ、間違った。ここからは同じですね。フィンガーです。だからこれをベースを入れると、まあどちらでも弾きやすいようにですね、弾いていいと思います。まあ、でも本当にどちらにしてもこのパフですね、ものすごくスリーフィンガーで弾いてもツーフィンガーで弾いてもですね、ものすごく感じ、アコースティックサウンドっていうんですかね、生ギターの音をですね、本当にうまく表現できる。はい、ぜひですね、指の、スリーフィンガーとですね、まあ、時々ツーフィンガー、ゆっくりした曲をですね、スリーフィンガーで弾きたいなと思うときは、ツーフィンガーでやった方が、テンポを保ちやすいですね。スリーフィンガーの場合はどうしても、ある程度のスピードがないとですね、弾きづらくなりますので、ちょっと早めのテンポのですね、曲についてはもう本当スリーフィンガーがおすすめです。ちょっとこうゆっくりですね、こうパフみたいに。一つ一つの音をですね、ある程度大きく正確にですね、ゆっくり、弾くにはツーフィンガーもですねいいと思います。はい、それでは最後にですね、パフ練習曲としてですね、パフをそれぞれの弾き方途中で変えますが、それで弾いてみたいと思います。よろしくお願いします。In an alcohol
Buddha's rice cloud path and brought him string and sealing wax and other fancy stuff. Oh, Puff, the magic dragon lived by the sea and floated in the autumn mist in a lanconary. Puff, the magic dragon lived by the sea and floated in the autumn mist in a lanconary. But together they would travel on a boat with a willow sail. Jackie kept to look at patched on the path, Jack and Dick tail. No king and princess who bow but as they came. Parlepsy pulled out their flag when Puff blowed out his name. Oh, Puff, the magic dragon lived by the sea in a lanconary. Puff, the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a lanconary. A dragon lives forever but not so little boy. Painted wing and giant ring make way for us a toy. One gray night it happened, Jackie Paper came no more. Puff, the mighty dragon, his fearless low. His head was bent sorrow, green scale feel like lay. Puff no longer went to play along the cherry lane. Without his grown friend, not be brave. So Puff, the mighty dragon, sadly stepped into his cave. Oh, Puff, the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a lanconary. Puff, the magic dragon lived by the sea. はい、パフでした。最初2フィンガーでですね、途中から3フィンガーで、最後また2フィンガーで、弾いてみました。いかがでしたでしょうか。ぜひですね、本当3フィンガーと2フィンガー、指鳴らしで弾くのにですね、ちょうどいいと思いますので、ぜひ、練習曲としてご活用いただければと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。